茶畑と鹿児島空港13塚原は、九州南部の国部平野北方にある東西 6.5km、南北1 1キロメートル,ートル標高210から3 0 0メートルの白須大地である。糸層の原とも呼ばれる。鹿児島県霧島市と姶良市にまたがる。大地上は概ね平坦になっているが緩やかな起伏があり、特に西部は多くの谷が刻まれている。 シラス大地としては珍しく多くの水源があり、水源付近に狭間糸層、ロンチ、上野、朝日などの集落が形成されている。畑作が盛んであり、キャベツ、大根、ジャガイモ、茶などの産地となっている。大地中央部を九州自動車道が縦断しており北東部には鹿児島空港がある。13基の塚が、 数十メートルの間隔を置いて並んでいたことから十三塚原と名付けられた。三十三万年前に格闘カルデラから噴出した格闘火砕流。十一万年前にアタカルデラから噴出したアタ火砕流。五万年前にアイラカルデラから噴出したイワト火砕流。二万五千年前にアイラカルデラから噴出した妻や火砕流といるトカ火砕流の噴出物が、 積み重なっている。妻や火災流以外の火災流堆積物はそれぞれ、下層部に、溶血業海岸が形成されている。大地上に水源が多いのは水を通しにくい、溶血業海岸の層が地下水を保持しているためである。十三塚の由来については次のような伝説がある。かつて、国部八幡神社と宇佐八幡神社の間で、 どちらが正当の八万宮であるか論争があった。1132年あるいは1527年11月、宇佐八万の新官14名が鹿児島を訪れ、国部八万の古文書を調査し、正当性は疑わしいとして、社に火をかけた。ところがこの火災の煙が、聖八幡タグの文字を示したことから新官たちは、驚き慌てて逃げ帰ろうとした。 逃げる途中、第一場の大木の下で休んでいたところ、木が倒れて、下敷きとなり13名が死亡。残された1名も宇佐八幡に戻って、天末を報告するとともに死亡した。死者のために13基の塚が建てられたという。集落の多くは移住者が起源となっており、上野は桜島の安永噴火による移住、狭間と糸蕎は 幕末期の川辺からの移住による。一部に水源があるとはいえ大地上の大部分は、水が乏しい火山灰地質であったため、昭和初期までの主要作物は菜種であった。春先には、菜の花が咲き乱れ、多くの花見客が訪れたと言われる。第二次世界大戦末期、1943年8月に、設立された国部海軍航空隊の第二基地として13。 塚組用飛行場が建設され、1945年には、ここから特別攻撃隊が出撃し147名が戦死した。戦後、第一北端の上床公園に、13塚原海軍特攻記念碑が建てられている。1972年に、鹿児島空港が、鹿児島市鴨池から移転し、空港建設の代償として1974年から、 県営13塚原二十帯総合土地改良事業が始められた。網掛川水系嘘の木川に竹山ダムが建設され、大地上に灌漑が行き届くようになり、野菜や飼料作物が栽培されるようになった。桐野俊彦、白須大地の水と開発に関する、予察的研究、鹿児島地理学会企業、第21巻第1号1973年。 ありがとうございます。